アカデントは、京成電鉄の鉄道車両で、都営地下鉄1号線直通車両規格に準拠した車両の初期のもので、下半にファイアオレンジ、上半にモーオンアイボリー、帯にステンレスコーの縁取りでミスティラベンダの配色を施した車両の総称である。マンセル値は、ファイアオレンジが 7.5R4.5、14、モーオンアイボリーが 7.5R8.5、7、 ミスティラベンダが N7.5 である。京成電鉄の車両色は1952年の2100型から青電色であったが、1959年に製造された初代3050型で初めて赤電色が採用された。この採用理由は、京成電鉄が50周年を迎えた1959年に現れたために諸説あるが、最初に採用された3050型が、 京成初の標準機台車を履いた車両で、千葉線京成千葉京成幕張区間から13区間に分けて行われた改めき工事の完了と、同時に旧車に代わって走り始めたことから、強烈な改めきアピールとなり、地下鉄乗り入れを控え新たな時代に入ろうとする、京成電鉄のイメージアップの役割を果たしたといえる。この塗装は、沿線旅客より好評をもって迎えられた。 初代3000型は青電塗装で落成したが、1960年より、翌年1961年にかけて、赤電塗装に変更された。この色は3300型まで採用されたが、1972年に製造された3500系以降では、セミステンレス車体の採用により、車体全体を塗装せず、帯にファイアオレンジを施したため、赤電と故障されなくなった。 1979年、形成は会社再建による塗装工程の簡略化と塗装統一によるローコスト化のために、翌年1980年2月より1982年4月までに全車両が新赤電色になった。新赤電色は全体を赤色とし、ステンレスの縁取りがあるモーンアイボ荷堀の帯を施していた。経営危機と同時点に現れたため、消防電車、 会社も赤だと電車まで赤いと揶揄されるなど必ずしも評判が良いものとは言えなかった。1991年の3700系登場時に在来構成者の図書化変更が検討されることになり、同年12月から3200系4編成を使用して図書試験が行われ、1993年6月以降全般重要部検査の際にアクティブシルバーに ヒューマンレッドフューチャーブルーの帯を配したものに再変更された。1995年6月までにすべて変更され、新赤電色は使用されなくなった。1994年3050型が改めき35周年を記念して赤電色に復元され、1995年2月まで運行された。 2007年には3200系の3298編成が海運号リバイバル運転に使用するのを主目的として赤電色に塗装変更され1月17日より同年3月まで使用された海運号のリバイバル運転は同年1月28日に実施されたさらに3300系2本が形成100周年を記念し2009年から2013年に 旧赤電色と新赤電色になった。ありがとうございます。